東日本物流センターで働く全組合の対象に、本日9時半から午後3時半までの時限ストライキを行っていきたいと思います。周辺ので働く労働者の皆さん、ぜひご支援とご協力のほどよろしくお願いします。皆さん、でも今日は本当に歴史的な日です。本当に俺たちが会社を動かしてる、社会を動かしてる。森田は一番を感じなきゃなんないのはそこで働いてる労働者なんだよ。一言も触れられない、許しがたい。しかも今回の契約解除の理由が唯一誤配だという、その誤配の内容も TOP に明らかにしない。そして驚くことに、この誤配なるものの内容をかすかに TOP が知り得た内容として、 A 社と B 社に傘下の差をつけてる。これを A 社または B 社にバレた。こんなね、こんなこすかないことをやってることこそ、社会の信用を落とす最も根本的な原因なんだよ。それをね、一切労働者の責任におかぶせて、会社の信用をお前らは失墜させた。全員25名を辞めてもらう。こんなことは絶対許さん。今日ストライキ入ってどうでした？ストライキはやっぱり複雑な気持ちのまま来てるけど、気持ちは分かるって言ってくれた人が何人かいたから。一番今日訴えたかったことは、気持ちは分かるっていう部分で 100% は噛み合ってなくても、噛み合ってる部分があるんだったら言葉にできないかもしれないけど、それを背負って立つだけでもちょっとは意味あるかなって感じです。森田に言いたいことは、まあ正社員にしようみたいな感じですね。 TOP に言いたいことは、ちゃんとあれだね、責任、雇用主として責任取れって感じですよ。なんなんお客さんに対してもそういう態度取るの？申し訳ありません、聞きたくないわけ。ねえ、そちらが起こしたミスをさ、こっちの労働者の責任にしてさ、クビにする？そういうこと私現場の人に言ってますよ。